こんばんは、達也です。マインクラフトマルチプレイ続きをやっていきたいと思います。今日はですね、基本的には前回ね、あちらの上の方にですね、ちょっと今見えないですけれども、ログハウスを建てるということで建築に取り掛かっていきたいと思います。で、今ね、あちらに、秋代さんと、あ、だこち隊長も今日はいらっしゃいますね。ということで、まあ秋代さんにはね、現場監督としてログハウスの方を取り掛かっていただきまして、隊長はもうすごいちょっとラブラブしてますね。ラブラブしてます。ものすごくラブラブしてますね。はい、ですね、非常に楽しそうですね。はい、ということで、だこち隊長には基本的にはラブラブしておいてもらいましょう。じゃあ僕はいろいろ秋代さんのお手伝いに回りたいと思います。ということで、よろしくお願いします。イエイ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 。さあ行くぜ、建築。秋代さん、木材なんですが多少は運んでありますが、もうちょっと僕運びたいと思います。どっかに入れてたっけな。取ってきますね。あ、羊さん脱走中。羊さん脱走中でございます。いいですね。そうだな。さっきを持っていこうと。トン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 。はい、この上、崖のね、上を登っていくとですね、ログハウス予定地にね、たどり着きますんで、今のところね、ちょっとこの登りにくいんですよね、ここね。ちゃんとした道がないので、この辺もね、整備していきたいんですけれども、はい、上に登ってきました。登りましたね、秋代さん。いやいや、どうもどうも。あ、隊長、あ、隊長、ここでの隊長、ちょっと怖いんで、ちょっと怖いです。怖いですよ、ちょっと近寄らないでください、近寄らないでください。ね、人参を投げないで。人を投げないで。あれ、雪積もってる。よし、木を、とりあえず木を置いておきます。この木は僕の木だ、松の木。よいしょ。この辺にじゃあ立てるわけですね。これで松明置いたら雪解けちゃうんですか。そうなんですね。じゃあむやみに置くのも良くないですね。よいしょ。あ、溶岩、あ、危ね。溶岩出てる。あ、綺麗だな。この溶岩は残しておきましょうか。いや、いいですな。非常にいいですな。はい、では秋代さん、現場監督よろしくお願いいたします。じゃあ僕は引き続き木を切ったりいろいろしてきます。楽しみだな、次来る時はな。よいしょ。こっから飛び降りよっかな。水に着地できるかな。よいしょ、よいしょ。一応こっちなら大丈夫ですよ。と、はい、じゃあポン。
これでも動画的に僕がまた採掘やら伐採してると、なんらいつもと変わりのない概念になりますな、これは。隊長がお亡くなりになった模様です。あ、あとベッド持ってきたらよかったね、そっちに。明夫さん、じゃあベッド持ってくるよ、明夫さん。作ってくるよ。あ、隊長、隊長、ベッド作ってもらっていいですか。ハサミ、ハサミ持ってるでしょ。あ、そっか、隊長今あれなんだね、荷物を全ロストしたんだね。 OK、 じゃあ戻ってきたらよろしくお願いします。あきおさん、あ、3人のベッドもう一つずつお願いします。あ、パラマウントベッドで作っていただけるそうです。ありがとうございます、隊長。隊長、逆にさ、隊長、隊長行ってきて。隊長、僕じゃなくてさ、行ってきて、ベッドだけ持って行ってきて、荷物ここに置いて。僕今ね、荷物すんげー持ってるんですよ。なので、はい、ちょっと待って、そんなに近寄らないで。そんなに近寄らないで。はい、あ、違うわ、僕の分渡しちゃったわ。あ、違うわ、ダコシの分だ、それは。もう訳わかんないわ。そこにあいついるから気をつけて。頑張れ、頑張れ。隊長、お疲れ様です。なぜ松明を捨てたのか。ものすごい速さで山を下っているようです、明夫さんが。寝ましょう。はい、おはようございます、皆さん。ではね、ベッドをね、作っていただけますか。お願いします。自分の分でしょそれ、隊長。そして明夫さんはベッドを持っていかないのかい。いや、まあ持ってくけどさ、いますね。あ、なんかすでになんか見えるぞ、なんか見えたぞ。大丈夫なんでしたっけ。
あ僕帰ります。いやすごいですね、もう立ち始めてますね。さすが現場監督。いや、さ、僕は帰ろうかな、一旦ね。よいしょ。すっごい増えたね、体調。いや、肩ね。いいよいいよ。寝ますか。はい、隊長は何か言ってますね。はい、了解しました。じゃあ石を戻して、よいしょよいしょよいしょ、レッツゴー。すごい。いいですね、あそこにちょっとしたお家がねできるわけですから。よいしょ。はい、到着しました。すごいですね、これどうなるんだろうね。これちょっと上から見てみようか。落ちないように気をつけないとね、ここはね。あ、いいですね。こちらに僕たちの拠点がありますね。なんか浮いてる。何これ、なんで浮いてんのこれ。なんかすごい、これなんか柵が浮いてる。ふわんふわんしてる。なんか魔法の柵みたいになってるねこれ。じゃあ今日はこの辺で寝ようか。よいしょ。スランプなようですね。いや、このすっごい景色のところで寝たいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。これここ
こで壊したら危ないな。危ね危ね危ね。よいしょ、開いて。リンゴ食べよう。今日僕何も仕事してないな、暇だな。まあ今日はカメラマンでいいや。仕事いらない。今日カメラマン。いいですね、早朝。今まだね、6時、7時ぐらいだと思うんですけどね。7時から働く秋葉さん、いいですね。朝日とともにね、こう、綺麗に収めたいですね。よいしょ、よいしょ。いいですな、いいですな。皆さんこれは眠くなるんじゃないでしょうかね。これぜひ秋を視点、タコチ視点も欲しいところですな。最近なぜか言葉遣いがおじいさんみたいになってきたんですな。なんかこの世界にいるとおじいちゃんみたいになってくるのかな。そしてどのようなものが出来上がるのでしょうか。こうご期待。どうも鳥さん、元気ですか。あ、元気そうだね鳥さん。どうもどうも。あ、元気だよって言ってますね。バイバイ。整備しがいがあるな、この地下は。やる気出てきたよ、やっと。今日やっとやる気出てきたよ。今日何もしてないからね、僕ね。よし、じゃあ今日はこの辺りで終わっておこうかな。野宿だな、今日はここで。よいしょ、上登ろっか、最後だし。
今日はこの辺りで終わっておきたいと思います。では今日も見ていただきありがとうございました。達也と秋夫とタコチでした。おやすみなさい。